やらせていただきたいなと。だってお前がやるぐらいなら俺がやるわって言ったんやで。もうその場に3人ぐらいいたから、これ証拠あるもん。だからミスラがいつかやらせてもらえるときに、え、あきら先生ミスラがやるぐらいなら俺がやるわって言ったじゃないですか、でだから私今回やるんで一緒に出ていただいていいですかって言って、証拠はあるのでって言ってね、出ていただきたいなと思います。わがままわがままの流れ星いいね。やりたいの、やりたいんだけど、ちょっとかっこいいのイメージつきすぎてどうなんだろう問題があるので、ちょっとゆうみさんに直々に言っちゃおうかな。キウキでここてんマジみたい。確かに。いやでもあの曲をやるにうちらはまだふさわしいのかな。やってみたい。でもあの曲なんか初めて聴いた時めっちゃ感動した。やりたいな、なんか大きいステージで見てめっちゃ、そう、この羽の表現がうまくできるか、下手くせえから見せそういうの悪みそより悪空か。やっぱ悪空の方がなんか語彙、語呂がいいよね。悪空、悪味噌やったらなんかね、お味噌みたいやから。せやな俺もメロン味好き。おそろっちー、メロン美味しいよね悪秋悪秋あきら先生好きに行く見てよ見てよタイプこんな感じなのよ自分の自前、自前見て、見てほしい。逆に見せてじゃなくて見てほしい。触るよりも先に見てほしい、持たせて。あり、悪あきこれを持つよもう全部おもろあきら先生にしたら終わった。あきら先生にあきたん呼びしたら喜ぶよ。え、ほんまにぶん殴られへん。あきたん呼び、あきたん、あきたんって絶対あかんやん。殺されるぶん殴られるよ。あきら先生まだ赤のオープンカーに乗ってますか。いや、どうやろね、オープンカーには乗ってはるけど面白いよね。面白すぎる。アミタンとミソニアのちびっこわがままも見たいね。いやでもあのアミタンと出たらさ、あの年齢がさ大丈夫、あれ一応さわがままって5歳の女の子の歌やねんけどさ、ミソラプラス14歳やねんけど大丈夫かな終わった。でいけるかな。初めての星、そこないだのウーカさんの卒コンで後ろの方で踊らせてもらったんで、いつかあの前の方でやりたいですね。アキミスでハートな待って、ハートまでこれ英語なっちゃうのね、アキラ先生の伝染でアキラ先生呼び方なんでもいいって言ってたよ。あ、じゃあアキタンって呼ぼうかなとか言うて、うわダメダメダメ。ひさおさん、ソフトクリームありがとう。全然いける、ほんま気持ちが5歳なら。昔七木のコハタンさんかな、うん、コヨタンって書いてあるからあのコヨタンは多分旧規制のコヨタン。アキタン呼びしてて、アキラ先生もまんざらじゃなさそうだって確かにその光景浮かぶわ、なんか頭にまんざらじゃなさそうなアキラ先生なんか若干いじったりしても嬉しそうやもんね。ミスラ中学生やんギリ騙せそうな嘘やめて終わった。ちょっと騙せちゃう。そのお披露目前にあの言われてたんよ、あのマネージャーさんに、美空があの高校3年なんて信じられへんって言われて、もう中学3年の方が納得いくもんって言われて、じゃあ私デビューするとき中学3年生でいいですかって言ったら、ダメって言われましたあ待って、今めっちゃ似てるダメダメって言われて、普通にダメって言われました16歳と17歳で確かにね、あの二人もそうやし小畑さん分かりますよ、七期生さんの密着も見てたので。じゃあそろそろ終わろうかな。公演の日にやったら15分しかできひんけど、今日は多分30分ぐらい喋り明かしましたね。改めて昨日はみんな来てくれた人とか配信見てくれた方とか、気持ちだけでも劇場に来てくれてたよって方とか、皆さん本当にありがとうございます。
次はミスラがいつ出るかわからないんですけど、来週はレイオの初日があって、ね、今までレイオ長い間頑張ってたので、皆さん劇場に行く方はもうめっちゃ大きい声でレイオって言ってあげてください。よかったら配信も見てあげてくださいね。ミスラもちゃんと見守るので。そしてあれです、24日からイベントもショールームのイベントも始まるので、ちょっともうNMB としてデビューしてから初めてのイベントなので、もうなんかすごい緊張もするし、吸気同士で争うことはもうまだなんか受け入れられてないんですけど、やるからには1位目指したいので、どうかよろしくお願いします。来週は2回とも公演よしみんが出てくれるので、世代交代全公演よかったらよろしくお願いします。もう今日はすいません、ちょっともしかしたらテンションが低くてちょっと怒ってるとか思わせたかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、完全燃焼してきたので、今日朝からなんばらちゃん2回やらせてもらって、ちょっとね完全燃焼 TV なので2人ともいい意味で今気持ちが落ち着いてるので、ちょっといつもの店のテンションではなかったんですけど、全然怒ってもないし気分下がってもないので大丈夫です。ゆまっぺもいるので、ゆまっぺですまあそろそろ終わりたいと思います。いや結構長い間やったね、頑張ろうね、ありがとう、頑張ろうね。なんか頑張るっていう言葉はあんまりアイドルは頑張って当たり前やからって言ってもらって確かにそうやなとは思うんですけども、なんか頑張るっていう言葉に今いろんな思いを込めてるので、ほんまにもう下手くそ、こういう時の喋りが下手くそ一番、ほんまに自分ができる全力を尽くしたいと思うし、ただ毎日配信垂れ流すだけじゃなくて楽しんでもらえるための工夫とかも頑張ろうと思うので、よしみん来てくれたんかな、よしみんありがとう、頑張ろうね C チーム、よしーみんです、よしーみん待っておもんな、ちょっと待ってほんま勘弁してみそら、ほんまに面白くないC チームです、よしーみん、よしーみんとさーゆきです。なんでよかったら C チームお願いします。ローソンの抹茶は甘い抹茶が好きな方はちょっと飲みにくいかもしれないです。私は結構チャ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 って立ててやる抹茶も好きなので、めっちゃ飲みやすかったんですけど、甘い抹茶が好きな方はちょっと表ラジじゃないかもしれない。でもめっちゃ美味しかった味噌ラは。でもあれ単体で飲むってよりかは和菓子とかと食べた方が合うと思います。めっちゃ美味しかったです。もうほんまに今日の味噌はめっちゃ面白くないね、よしーみんしあ天才しーぶたに、渋谷さゆきちゃんとヨッシーミンと私で、渋谷の C は S じゃね、でもそういう意味じゃなくてヨッシーミンのさ C やん、渋谷、うん、もう C を探すしかないね今、ああ渋谷の S とかはもう言うてられへん、ヨシミンの C も S やから、うん、響きがね、響きが C、 そう、うわ朝方配信、いや避けたら多分3時間使いわれへんから、朝と夜をバランス見ながらやっていきたいので、それはまた前の日には告知するようにします。毎回抹茶めっちゃ美味しかった、おー早速飲んでくれて嬉しいです。ね2種類あって、ミスラ本格の方しか飲んでなくて、もう1種類ある方もね飲みたいので見つけたら買います。ちょっと本格の方しか売ってなくて、そっちはすんごいめっちゃ抹茶ね味がしました。朝4時は見れるよ、はやー毎日頑張ってて偉いです、ほんまに。朝5時起きれるかな、アラーム鳴ってても起きれへんかもまあ配信予定は前日に告知するようにします。頑張ります。とりあえず抹茶見つけたら味噌カツしてるわ、いやスタバとかもさめっちゃ飲んでくれてるやろ嬉しい、みんなが気づかんうちに味噌らに染まってるんだね調子乗った、はい、よかったね、味噌ら抹茶大使目指してるからNMB の抹茶大使目指してるから、よかったら味噌カツしてください、抹茶で。もう一種類売り切れてた、やっぱそうやんね、味噌も売り切れてた。じゃあランキングを見たいと思います。こっちはね判定を学んだから、味噌ら13位きっぺさんありがとう、
12、しゅんたくん昨日もありがとね、また公園来てね。11、ももかちゃんありがとう、いつもお疲れ様。10位、日高浩二さんありがとう。9位、しんやさんありがとう、また抹茶見つけたら教えてください。8位、しみやさんありがとう、8月中に会いましょうね。7位、ソワルちゃんありがとう、最近いっぱいここで会えてて嬉しい。6位、野原しんのすけのすけさんありがとう。5位、ちさちゃんありがとう、また公園で会いたい、ありがとういつも。4位、りくパパさんありがとう、いつも支えてくれてありがとうございます。3位、やまとしさんありがとう、あ、これだったら6になっちゃう、3 ありがとう。2位、しおくんありがとう、この間いっぱいコール聞こえたよ、ありがとう。1位、りゅうさんいつもありがとね。これやったらさ、綺麗な方の位置に見える？無理やった。おわ、ほんまにいつもありがとう、りおさん。昨日もありがとう、公園来てくれて。ちょっと綺麗な方の位置を作りたいんですけど、できないです。第一関節曲がる人いる？曲がらへん、ごめん。綺麗な方の位置です、これ。ありがとう、ほんまに。ちょっと無理でした。難しいね。難しいね。みんな緊急配信やったけどありがとう。昨日もありがとうございました。来週も世代交代前夜公演2回あるので、ぜひ2回。なんなん今の、もうさあ、今日のミスらほんまになんなんやろ。ほんまに2位でめっちゃポーズ決めてて、うわー、もう恥ずかしいから切ります。じゃあじゃあとか言っても終わった。あかんわ。お友達かな。もうみんな友達、みんな友達ってかもみんなミスらの家族、ありがとう。なるべく公演の日にできるようにするけど、あの公演の日にミスらやってなかったなと思ったら、こうやって次の日に振り返り配信するのでお願いします。24日からイベント頑張ります、よろしくお願いします。じゃあありがとう、じゃあありがとう、バイバーイ、またね、ゆまもありがとう、バイバーイ、バイバーイ。